こんにちは。今回は食塩水の濃度に関する問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。2つの容器 AB には 40g の食塩水が入っていて、濃度の比は3対2になっています。今 B の容器に水 60g を加え、よくかき混ぜてから、そのうち何 g かを A に入れました。さらに AB がどちらも 100g になるまで水を加えると、その濃度の比は7対3になりました。この時四角に当てはまる数ですね。これを答えてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解くしたらその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。食塩水自体をこういうふうに食塩水全体の重さ分の中に溶けている食塩の重さですね。こういうふうに分数の形で表す。そして分かっていることっていうのはどういうふうに変わっていくか、こういうのをフローチャートとか流れ図、これを使って表す。こういうふうに言っていきますね。じゃあ AB2 つの容器には、それぞれまず最初に分かっていることですね。全体の重さ、どちらも 40g になっています。中に溶けている食塩の重さ自体は分からないんですけれども、濃度の比が3対2ですね。全体の重さが一緒なんだから、中に溶けている食塩の重さの比ですね。これも3対2です。こういうふうに表しております。この状態で B に水 60g を加えます。B だけ全体の重さですね。これが 60g 増えます。中に溶けている食塩ですね。これは変わりません。こういう状態になりますね。さあ、このうち何 g かを A に入れます。ここから何 g か取り出します。さあ、取り出した量自体もわからないですし、わからないっていうことは移動した後ですね。この時の A の食塩水、B の食塩水、これについても全然わからなくなってしまいます。ただ最後、さらに AB がどちらも 100g になるまで、こうですね。こうあって、どちらも 100g になるまで、ここまで水を入れます。そうすると濃度の比が7対3。濃度の比が7対3っていうことは中に飛び出る食塩ですね。これが7対3。こういう風になりました。これが今の段階で分かっていることです。さあ、この問題で加えているもの、後から加えたものは水 60g ですね。100g になるまで水を加えています。どちらも水しか加えてないんですよね。ということは途中で中に溶けている食塩の合計ですね。これ変わらないです。最初の段階で A に溶けている食塩と B に溶けている食塩、これ合計50ですけれども、最終的に10四角になっています。途中で水しか加えてないんだから、これはこれと同じですよね。50が10四角ってことは10が2四角です。ここ四角に直すことができます。10四角ですね。10が2四角なんだから、全部これ四角に直しておきます。ここ6ですね。ここ4。ここ4です。この段階でここから取り出して A に入れたんですね。そうすると、ここに溶けてる食塩の量とここに溶けてる食塩の量、ここはもう取り出した後だからこれと一緒のはずです。ここ3四角です。ということは、ここから取り出した食塩の量1四角ですよね。これが入ってきて、6に1が入ってきて、食塩の量が7四角。こういう風になりました。もう答え出せます。聞いてるのは何グラムを A に移しましたか？ここからここに移した量ですよね。4四角食塩が溶けてて、そのうちの1四角ですね。これがこっち側に移ってることになってます。ということは、この量の4分の1取り出してるわけですね。4四角1四角になっているってことは、食塩だけ4分の1取り出すってことはできないんですね。全体の量も4分の1取り出してます。ここに移した量は 25g。これがここの量になってますね。そのうち 25g、これを移しました。この段階でも答え出ましたけれども、あと分かるとこですね。書き加えておきますと、これにこれを入れたんですね。食塩の量が7四角になった。40が25加えられたんで、65になります。ここから 25g 取り出したんだから、75g ですね。あとで 100g になるまで加えた水の量、こっち側は水を 35g。こっち側は水を 25g。これだけ加えました。こういうことが分かりますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。